ヒデさんからもご紹介いただきましたが、まあ、仕事としてですね、人前でお話しするという機会が多いんですが、今日は久しぶりに緊張しております。ヒデさんのこのね、元気の出る回、遠目でですね、ずっとこうFacebookなんかで拝見させていただいてきたんですけども、そうそうたるメンバーがね、今までこう前でお話しされる中で、まあ、私のようなものが何かこう皆様に元気を与えられるお話ができるのかなというふうに、思っていたんですけれども、今日は私の、まあね、ストーリーといいますか、そういったところで、まあ、少しでも何かこう皆様の元気になるような、きっかけをこう見つけてもらえるようなお話ができたらなと思っておりますので、50分どうぞよろしくお願いいたします。私はですね、今現在、一般社団法人コーチングラボという社団法人を7月に立ち上げました。でコーチングという仕事をしているわけなんですが、まだ、ね、聞き慣れない、ものではあるかなと思います。でこの仕事に就いたのが、去年の4月です。で去年の4月に起業しまして、個人事業として1年間やってきたんですが、ちょうど1年経って法人化させようという思いがずっとありましたので、まあ、一つ形にしました。でそんな中でですね、まあ、今現在私の、まあ、プロフィールといいますか自己紹介をさせていただきたいなと思うんですが、現在は私は子育て中でですってね子供が3人おりまして、長女が高校1年生で、次女が中学校1年生で、まあ、長男になりますけども、小学校4年生の、まあ、子供がおります。で、まあ、過去の私の、まあ、経歴といってもですね、そんな大したものが本当になくてですね、まあ、幼い頃から割とこう野山を駆け回るようなタイプでやんちゃをしてきたという、まあ、活発な幼少期を過ごしてきました。で、まあ、高校を出てすぐに仕事に就きまして、普通にね、まあ、企業で勤めてたわけなんですが、まあ、結婚も割と早くて22歳の時に結婚して、で、まあ、長女を授かり、まあ、次女を授かりで、まあ、一番最後に長男ということなんですけども、まあ、その中でですね、初めはもちろんいろんな仕事の中でこう社員として働いた時期があったんですが、やっぱり子供ができると正社員で働くのがちょっと難しい時期もありまして、割とこうパートでいろんな仕事をしてきたっていうのがあります。で、まあ、そうですね、仕事の内容も、まあ、初めは医療事務をしたりとかで、まあ、途中で私着物が好きなので着物を触りたくてですね、ある結婚式場のこうドレスサロンに入ってパートで勤めたこともありますし、あと、まあ、次女が、生まれて少ししてから、まあ、ある化粧品屋さんと出会いまして、でその化粧品の、まあ、代理店業みたいなことを始めた時期もありました。で、そうですね、その時に、まあ、代理店業なので自分でお店をこう経営してたっていう経験もあります。ただまあなかなかね、なんていうのかな、家庭の、その子供が本当に小さかったので、長男がまあ生まれてすぐにお店を出したっていうのもあったんですけども、ちょうど、まあ、うちの主人のですね、お父さんの体調の具合がよくなくなってしまったのもあって、まあ、子供をね、こう見といていただくっていう、まあ、うちの両親は健在なんですけども元気だったんですけど、まあ、やっぱり両方の、両親に頼んでたというか、そういうこともありましたので、まあ、負担もねかけては申し訳ないなということで、まあ、そのサロン経営というのは、まあ、一旦閉めることになりました。でその後ですね、まあ、いろいろとこう模索もしながら、そのお化粧品で自分で仕事をやっていくっていうのが、まあ、初めての経験だったので、まあ、自分で授業するということが大変だったんですけど、やっぱりこう学ぶことも多くて、やりがいもすごく感じていたんですね。でそれがまあ突然なくなってしまったので、まあ、この先私は何かこう自分のやりたいことを、まあ、見つかるんかなっていう、まあ、いろんな不安もまあ、ありながら、いつか見つかったらいいなっていうふうに、まあ、思いながらね、日々過ごしていました。でそういう、まあ、時
期もあって、まあ、途中でねいろんなアロマの勉強してみたりとか、あのいろんなことも勉強してこう何か自分のために なんかこれだっていうものを見つけたいなっていうふうに、まあ、模索してたんですけど、なかなかまあ見つからず、まあ、そういうことをこうやってるタイミングの時に、まあね、あの家庭もありますし、何かやっぱり仕事はねしとかないとなっていうのもあって、またまあ仕事をちょうど探し始めてた頃に、ある方から、まあ、社長と一緒にいるんだけど、まあ、そこでこう働く人を、まあ、パートで働いてくれる人を探しているので一回まあ会わないかっていうことで、まあ、お会いさせてもらうことになって、でその時 の、まあ、あの印象としては、いやなかなかまああんまりこう興味のある仕事ではないなという、勝手にこうね初め の、あのお会いするまではそういう印象だったんですけども、まあ、その社長にお会いしたらすごくあの情熱的なまっすぐな方だったので、あここの会社だったら、またなんかね自分らしい仕事もできるんじゃないかなということで、またパートで入らせていただくことになったんですね。でそのまあ企業はですね、この自分が独立する前の、まあ、一番最後、まあ、企業で勤めたっていう会社になるんですけども、大体 4,50 人いらっしゃる中小企業 で、まあ、あの住宅関係のお仕事の会社だったんですね。そこで、まあ、パートで勤めさせてもらうことになりました。で、まあ、入って入社してそんなに、まあ、あの時間もまだ経ってなかったんですけども、いろんな企画をさせてもらったりとかっていうことを、まあ、お手伝いさせてもらうような仕事をしておりました。でそんな中で、まあ、会社の状態というかいろんなところがあるんですけど、社長のこう思いってありますよね。社長の思い、やっぱりこう業績もっと上げて会社を大きくしたい、で働いてる従業員の社員のみんなにも、まあ、いい思いをねさせてあげたい、だからしっかり頑張ってほしいっていう、まあ、社長の熱い思いはあるんですよね。なのでこう社長は一生懸命社員さんにいろんなことをこう伝えていってたわけなんです。だけど、まあ、そこの会社のまあ現状としては、まあ、従業員何十人もいらっしゃるんですけど、まあ、営業マンもたくさんいてて15、6人いたんですが、その特にまあ営業さんにね社長がいろんな話をいつもするんですけど、営業さんからしたら、いやもう俺らこんなに頑張ってるのにも社長これ以上言わんといてくれよみたいな、まあ、雰囲気があって、こう社長の思いと、まあ、従業員の思いがなかなか交わらないっていうような、まあ、現状があったんですね。でそんな時に、まあ、私が女性でパートだったっていうのもあって、クッション役にまあちょうど良かったのか、まあ、社長の方から一度ねその営業マンに面談係をしてもらえないかという話がありました。で15、6人いた営業さんに毎日そうですね1時間ずつぐらい、まあ、1人ずつこう時間を取っていただいて、でいろんな面談話をまあ聞くという業務の傍ら、そういう仕事もまあ入ってきたんですね。で、まあ、いろんなタイプの営業の方がいらっしゃるので、素直に話をしてくれる方もいれば、なかなか口を割ってくれない方もいらっしゃったりで、何ヶ月かそういうことをして過ごしておりました。で社長はその目的としては営業マンにこう話をこう聞いて、まあ、本音の部分とか何かこう本当のなかなか上には上がってこないようなところを、まあ、開い出してほしいというか引き上げてきてほしいみたいな感じで、まあ、そこが目的だったんですね。まあ、だけど私はですね営業さんとこう話を一人一人させてもらうんですけど、その時にいろんな話を聞く中で、まあ、ちょっとこう楽になっていただいたりとか、すっきりしたよとか今日話せてまあよかったよっていうことは言ってくださるようになってきてたんですが、ただなんかちょっと違うなっていうのが何ヶ月か経ってからこう思い始めまして、まあ、社長のその目的というのは本当にどういうふうにその人がこう前向きにもっとねやり
気持ちをこう持ち上げてもっとこう仕事に集中してくれるかっていうようなことがあったので、なんかそことはちょっとずれちゃうなっていうふうに、まあ、感じてたんですね。で、私自身もこのまま、まあ、お話を毎月聞かせてもらうだけで、いや特に営業さんだし、まあ、男性だし一生ここの会社で働くっていうことであれば、なおさら本当にね、やりがいとかその自分の、まあ、仕事を通じての生きがいとかその人生においての何かっていうのをこの会社この仕事を通じて、そういうお話まで持っていけるっていうのってなかなかちょっとできてないなって思ってきたんですね。でその時に以前からそのコーチングというものを、まあ、耳にしたことがあったんですが、和歌山ではまだ本当になかなか浸透していないのもありますし、なんとなくの自分の解釈の中で、まあ、寄り添いとか、なんか傾聴みたいな、なんかこう聞くっていうところで、そういうことをするもんなんやろなっていう漠然としたイメージがあったんですけども、まあ、気にはなっていたので、そこからいろいろとこうネットでコーチングって何やろうとか、どんなスクールがあるのかなとか、いろいろこう調べ出したんですね。で、和歌山にはもちろんそのコーチングを学べる場所がなかったので、当時まあ私が見つけたのが、まあ、大阪で一つワンデーでなんか勉強できるコミュニケーションなんとかかんとかっていうのがあったので、まあ、それに一度参加してみようと思って、でそれ以外のところもいろいろとね検索して調べたんですけど、まあ、今日はちょっと動画も YouTube も撮られてますし、関係者の方がいらっしゃったら本当にまあ申し訳ないんですが、私はですねその時すごくどれもうさんくさくこう思ったというか、なんかいいことしか、まあ、もちろんホームページとかネットなんでそうなんですけど、まあ、書いてないんですよね。業績がコーチングを受けて業績がすごく上がったとか、人間関係がもうすごく改善したとか、自分自身のこう人生の目的が見つかってどったらこったらっていうようなことを、まあ、どこもすごくいいように書いてたんで、ほんまかなみたいな、その聞くだけでコミュニケーションだけでそんなことが起きんのかなって、ものすごくこう不信感というかこう疑いの目で、まあ、いろんなまあネットでこう調べてたわけなんですけど、まあまあワンデーで一回行ってみようと思って、で、まあ、大阪に一日講座を受けに行ったんですね。で朝からまあ夕方5時ぐらいまでだったんですけど、まあ、テキストがあって、でそれを見ながらこうどういうふうに答えていったらいいかっていうようなことをまあひたすら、まあ、訓練というかするんですけど、まあ、お題こういう人がいてこういうことに悩んでて、まあ、こういう時にどういう声かけをしたらいいでしょうかっていうことをまあするんですけど、そこで学んだのはお察しいたしますって言いましょうとか、それは大変でしたねって言いましょうとか、なんかこう丁寧に丁寧にお話をこうなんていうかな、こう傾聴ってそういうことなのかなっていうような、こう丁寧に丁寧に何かを言うっていうようなことをひたすら、まあ、繰り返して5時までやったっていう形で、いやー確かに、まあ、普段お察しいたしますとかっていうことは使わないので、まあ、勉強にはなるんですけど、なんか私の知りたいことはそういうことじゃないしなと思って、でなんていうのかな、その要するにこう傾聴ってこんなもんなんかな、寄り添いってそういうふうにこう言葉をかければただいいだけなのかなと思って、だからこれがコーチングかみたいな、ちょっと残念な、まあ、印象があったんですね。でやっぱりまあコーチングってそんなね書いてるけどなんか違うわと思って、まあ、ちょっとがっかりして帰ってきたんですが、まあでも気にはなるっていうのはまあずっとありまして、でちょうどその講座を受けて、まあ、1週間か10日も経たない頃にですね、たまたま和歌山でFacebook でちょっとこう招待いただいた、まあ、イベントがありまして、それがなんかコミュニケーションなんとかかんとかって書いてたんですね。でまあ印象があまり良くなかったので、前回、まあ、これ言っても結局一緒ちゃうかなと思いながら、でもまあ初めてその和歌山でするっていうこととか、
あの内容そのされる先生というかこう教会とかスクールの授業とかも全然まあ別のところだったので、まあ、もう一回だけ行ってみようと思ってで、まあ、参加してみたわけなんです。でその、まあ、当日ね行かせていただいてどんな感じだったかというとあのビデオを見ながらスクリーンでこうビデオを見ながら、まあ、その授業を受けるっていうようなスタイルだったんですけども、まあ、そこに出てくるまあ講師がいてでその先生がまあ話してる内容を自分たちで解釈しながら進めていくっていうようなことをやったんですがまあなんとですねものの10分15分ぐらいでなんだこれはと思ってこの、まあ、そのスクリーンに出てるまあ先生ですよねこの人のなんか言ってることをなんか本当な気がするとかなんかこの人の言ってることがもっと理解できれば自分ももっといろんなものが開けてくる気がするし世の中の、まあ、関わる人たちにとってすごくいい影響になるんじゃないかなっていうそういう印象も10分15分でなんかすごく引きつけられたんですね。で、まあ、その時間2時間ぐらいだったかな勉強してやっぱりこう終わるまでそれが消えずいやなんかすごかったなと思ってでそのシリーズがね3回4回とかってこう続いたんですけどまあ私もなかなか疑い深いもので家に帰ってからですねまああの時はいいって思ったかもしれないけどもしかしたら、まあ、違うかもしれへんなとかねいろいろこう疑いながらですねいやでもすごかったいろんなこう自分が気持ちが あったんですけどもう一回また翌月にあるっていうことでもう一回やっぱり受けて自分の目でちょっと確かめてどう感じるかをこう体感しようと思ってもう一度受けに行ってじゃやっぱりその内容素晴らしくてですね本当にああなんか私が求めてるものってこういうことかもしれないなってでも夢中でこうメモを取って勉強したんです。で、仕事ではねそうやって面談係をしているのでいやこういうことをぜひね、まあ、社内でやれたりとか、まあ、いろんな人と関わりの中でやれるようになるとなんかすごくいいんじゃないかなっていうふうにこう思いましてでいやこのスクールってどこにあるんやろうってこう思いましてねで、まあ、その主催者の方に聞くと「いや東京なんです」ってで東京にしかないとでまあいろんな詳細を聞くとまあ、そのコーチング業界といってもいろんなスクールがありますしいろんなタイプのやり方があるんですけども、まあ、そこはまあ世界水準でねなかなかスクール的には高いレベルのスクールなんですけども、まあ、そういうところだよとただ、東京に半年間通わなきゃいけないし、まあ、そのね勉強に行こうと思ったらいけないし、金額もですねスクール費だけでまあ70万いるんですね。で東京に通うということは飛行機代とかねで、コースが土日コースとかだったのでまあもちろん向こうで一泊泊まらなきゃいけないしでいろんなまあ普通に考えるとちょっと無理かなっていう詳細だったんです。だけどね私のその時の気持ちはいやどうしてもちょっと行ってみたいな東京行ってみたいなって私和歌山から出たことないんでね高校出てすぐ地元へ就職もしましたしあんまりこう外に興味があったわけでもなかったので和歌山から全然出たことがなくっていまだに大阪の環状線に乗るのも今はねアプリでこうありますけどもすごく不安になっちゃうぐらいこう和歌山から出るっていうことを本当にしたことなかったんですけど、まあ、東京に行ってみたいなっていう思いがこうふつふつと湧いてきたんですね。でそれと同時に何か直感的になんですけどこのスクールに行けば自分の人生の扉が開かれるなってこう直感的に感じたんですね。なんかね分かんないですけどでその直感を毎日毎日あやっぱり行きたいやっぱり行きたいってこう思い始めましてでねでも私はまあ子育てもありますしもちろんまあ普段ねパートで勤めてるお給料といってもまあね普通の
所得内にこう収まるぐらいのものでしか稼げてませんし、まあ、子供にもたくさんお金はいりますので、まあ、自分にもうその半年間東京に通うイコール100万超えてくるなっていう、まあ、そういうのをかけるのがすごく勇気がいるというか、本当にこれでいいのかなっていう、まあ、いろんな葛藤もあったんですね。でそんな中、まあ、毎日毎日一月半ほど悩んでたんですけど、でもこんなに行きたいな、学びたいなって思うものと、これからの人生でもう一回体験できるのかなって考えた時に、いやこんなに毎日毎日考えて行ってみたいなって思うものと出会うのってそうそうもうないだろうなっていうこう感覚もあって、でやっぱり東京へ行って勉強したい、行こうと思って、で、まあ、主人に相談をし、で主人はですねどう言ったかというと、もう相談に来てるけどもう決めてるやろって言われまして、まあ、運送っていうことで、で、まあ、お金のねそういう段取りだけなんとかなるんだったら、まあ、これがねその最後と思って行ってきたらっていうふうにまあ言ってくれたんですね。でもちろん東京にこう土日で行くので、1回2回じゃないので半年間なので、やっぱりこう主人だけに家のことを任すっていうのもちょっとね不安もありますし、いつ何があるかわからないので、やっぱり両親にも報告先にしとかなきゃと思いまして、で両親に会いに行きまして、こういうことで、まあ、コーチングっていうものがあるんやんかって言って、でそれ東京にしかスクールないんやけど、どうしてもこう勉強していきたいんで東京半年間通おうと思ってるっていう報告をしたんですね。そしたら、まあ、両親からの、まあ、言葉というのがですね、そんなお前何言ってんの、そんなね海のもんか山のもんかわからんものにお前のその好奇心だけで何百万以上かかるようなことで、それがね資格が取れて何になるんや、大反対だったんですよ。もうとにかく大反対で、もう特に父親は、まあ今からねお前が家族のために何か自分の資格を取る、でそれが例えば看護師さんとか幼稚園の先生とか、ちゃんとしたその仕事がすぐにあるっていうものに対して東京行って勉強するっていうんだったら、まあ、お父さんいくらでも応援してあげる、だけどなんかよくわからんそんな仕事で、ね、そんな資格を取ったところで何の役に立つんだこの和歌山で、みたいなことを言われたんですね。でそんなねお金と時間があるんだったらもっとこう子供たちとか家族に、まあ、置いといてあげるとか使ってあげるとか、まあ、そういうことをしなさいと。で、まあ、とにかく、まあ、お父さんは反対だというふうに言われて、行きたいんだったら勝手にしろまで言われたんですね。で結婚をするときに挨拶に、ね、行く前に結婚したいっていうときに何にも言われなかったんですけど、初めてあんなに大反対されて、私としてはですね、まあ自分もその覚悟はいるわけなので、しかも東京まで行くっていうことで覚悟がいる中で言ってることなので、どちらかというと、まあ、両親にもそこまで、ね、思ってるやつ行ってこいよってこう背中を押してほしかったんですけど、もう全然的外れな、まあ、回答が来まして、で、まあ、確かにそうやなと、ね、子供のためにもお金も置いといてあげた方がいいし、そんな時間があるんだったら家族のために使ってあげたらいいし、お父さんの言う、ね、言ってることもよくわかると思って、まあ、その日はもうそうやなっていうことで、まあ、引き下がってきたんですね。でもまあ私もなかなかしぶとくてですね、やっぱりでもってい う, こう気持ちが次の日も次の日も次の日もこう続いたわけなんです。でもう一度1週間後に両親に会いに行って、でもその時は完全にもう覚悟を決めてですね、もう反対されるの分かってるけど、まあ、行くっていうことだけは伝えておかないとなと思って、でこの前こういう話聞いた上でなんだけどということで、やっぱり行きたいんで行きますと
でもそれでも もちろんあの両親はまあ大反対2回目も大反対だったんですけど、あのなかなかこう言うこと聞かない、あのいつまでたってもあのそんな娘なんですけど、ね、で、まあ、両親には反対されながらだったんですが、まあ、東京 そのスクールに行くことをまあ覚悟を決めて、申し込みしようというふうにまあなりました。で当時ね勤めてたその会社の方でも、まあ、土日もまあ出勤したりがありましたので、一応こういう事情で勉強していきたいんで、まあ、東京行ってきますということをまあ社長にお話をして、で半年間まあこうやって勉強したいんでということでお話しした時に、社長はなんとですね、それはいいことやと、自分のためにそうやって勉強する、もう父とは全然反対のことを今度は言われまして、それはいいことだということで、あのなんだったらもう会社からスクール費を立て替えてあげるよと、出してあげるよみたいなことを言ってくれたんですね。でまあと思って、私まあそのスクール費がまあ手元にもちろんもうそもそも本当になかったので、もうクレジットでこう分割でいこうかなと思ってたんですけど、あの出してあげるよって言ってくださって、でとはいえですよ、あのどこかで私も自分の何かっていうのをいつか自分の道というかそういうのをこう見つけたいなって思っていたので、もし万が一これで独立したいってなった時に、ね、なんか全額出していただいてるのに退職するっていう形になってしまうと申し訳ないなっていうのもありまして、であのとはいえこうクレジットだとこういろんな利息とかリアルな話こう出てくるので、あの会社にはまあじゃあありがたいのであの先にこう立ち返ってほしいですっていうことはお願いしたんですね。で、毎月このお給料から天引きでお返ししますのでっていうことで、お給料からまあ返済するっていう形で、まあ、無事に申し込みすることができて、あのスクールに行けるっていうことがまあ決まったんです。でそこからまあ2ヶ月ほど経って、2年前の10月かな、ちょうど今ぐらいの時期なんですけど、スクールが始まりまして、朝の始発の電車でもう関空まで行って、で関空から一番朝早い便で東京に羽田に飛んで、で赤坂にあのスクールがありましたので、そこからまあ電車で1時間ほどだったので、スクールが始まるのが10時スタートだったんですけど、9時過ぎぐらいにまあ赤坂に到着できるという、でそれをまあ毎月、まあ、多い時は月に2回そういうことをまあずっと通って勉強していきました。で、まあ、私の中ではまあ大冒険でしたし、まあ、本当に申し込みはしたものの、コーチングを受けたこともなければ、あのちゃんと理解して学びに行ってるわけでもなかった、もうただ本当に直感だったので、もし行ってここじゃないと思ったらどうしようかなとか、まあ、やっぱりいろんな不安もこうありながらだったんですけど、あの1回2回とこう回を重ねて、スクールに行くことに対して、あの全国から学び方が、まあ、参加されてて、クラスが70人ぐらいいたんですね当時。で南は沖縄から来られてる方もいれば、北海道から来られてる方もいらっしゃって、本当に素晴らしい場作りがあのされてるスクールでしたので、もうかけがえのない仲間というか、っていうのがあの通ってるうちにたくさんできてきました。で私の中でもね、こう和歌山から出たことがない自分が、あの1日目の初日なんかも赤坂にいるっていうことに感無量で、スクールの内容全然覚えてないっていうぐらい、あのすごく大冒険だったんですけども、で、まあ、そういうことをね半年間あの勉強していく、でクラスもなかなかハードで、朝の10時から夜8時9時とかまでやるんですよね。でもう東京にいるけど東京で遊ぶこともなく、ただお昼にちょっと近くでランチ行くぐらい で夜はもう帰ってホテルで、まあ、ちょっとみんなとご飯食べてからすぐ帰って、まあ、あと翌朝勉強して、で日曜日そのまま7時か8時ぐらいまでギリギリまで行って飛行機に間に合うように、まあ、みんなよりもちょっと早めに出てとかね、そのクラスまだまだ続くので結構もう缶詰でずっとやるんですけど、でちょっと早めに出てっていうことをまあ繰り返しやってきたんですね。
で、まあ、授業の内容もまあ素晴らしかったんですけども、コーチングを勉強するということは自分自身がコーチングを受けるというところにもこうつながってまして、自分の中で自分のやりたいこととか自分の価値観とか、やっぱり勉強するにあたってこういろんなことが見えてきてしまうというか来るんですね。でその中で私が、まあ、一番価値観でこう強かったのが、共に喜びを分かち合うっていう、そのキーワードが自分の中の価値観の中にすごくあるんだなっていうのに気づきました。で私その他にもいろんな人と出会いたいとか、なんかこう達成感をこう共に感じたいとか、いろいろあるんですけど、そういったものがどんどん見えてくることで、当時その勤めてた会社の中で大変お世話にはなってたんですが、まあここの一つの箱の中でずっとっていうのがどうしても違うなっていうふうにこう思ってきまして、ここの会社もすごく好きだし、いい社員さんばっかりだったんですけど、私の人生としてはここでずっとっていうことではないっていうことに気づいてしまったんですね。なので、まあ、それを気づいてしまった以上、そんな気持ちでこう会社にいるのもなんか申し訳ないなと。で社長は社長でいろんな意味でこう期待もしてくださってたので、なんかそういうのもすごく申し訳ないなと思って、いやちょっと早めにやっぱり退職した方がいいかもって思いまして、で悩んだんですけどね、それもすごく悩んだんですけど、退職することをまあ決意して、で同時にコーチングの、まあ、コーチっていうんですけど、コーチとして独立しようというふうに決めたのが、その起業する前の3月の末ですね。でスクールは4月の半ばまで あるんですけどあったんですけども、3月の末に、会社を退職しまして、4月1日から、まあ、起業しましたということで、まあ、独立したわけなんです。でまあ見切り発車もいいところで、もうかなりの無鉄砲な、まあ、計画だったんですけど、その時にですね、重大な問題が起きまして、それが何かと言いますと、社長がね、そうやって会社から、まあ、建て替えていただいたスクール費ありますよね、あれが、まだ残り50何万残ってたんですね。でそれを返済しなきゃいけない一括でってなってしまいまして、どうしようかなって、もうスクールで、まあ、もちろんスクール費お給料から引かれてる、でその自分が毎月給料で稼いだ分は飛行機の交通費もろもろに使う、なんか全然たまっては来ないですよね、その手元に回ってはいますけど、生活としては。でなので54万ぐらいだったんですけど、ない、現金がないと思ってどうしようかな。それがね20日ぐらいしかなかったんですよ。20日までの間にこうなんとか返さなきゃいけないってなりまして、まあ両親はもちろん大反対のままですし、まさか兄弟にもお願いするわけにもいかず、で家にはまあ全くないし、本当にどうしようかなと思いまして、皆さんだったらどうしますか。54万現金が全くなくって、なんとか絶対に20日間までに集めなきゃいけないってなったら、もう私ね本当にね、アコムとかね、ああいうのも頭をよぎったぐらいね、本当に悩んだんですね。でどうしようかな、どうしようかなっていうのが、まあ、起業しましたと言ったものの、もうそちらの方が気になって、で日がないし、でまあ当時私も時給何百円ね、800円、850円とかでこう普通のパートとして働いていたので、まあ人様に、しかもこうコーチングのスクールまだ卒業もしていないのに、1回1万円とか2万円とかでこうセッション費をいただくというのもかなりの勇気がいったんですけど、まあどうしたもんかなと思いまして、まあ本当に毎晩こう寝ずにそれを考えまして、である日突然こう降ってきたというか、思いついたことがあったんです。でそれは何かというと、企業で、会社、企業さんで研修をさせていただこうっていうことを思いついたんですね。
で、まあ、コーチングってそもそもアメリカ発祥なんですけど、日本に1970年代ぐらいに入ってきてるんですけど、企業の研修としてコーチングはまあ日本に導入されてきたっていうのもありますし、まあ、先輩方をこう見てると企業研修で講師としてまあコーチングをこう教えてるっていうのも知ってましたので、いや私もそれしようと思って、で、企業研修1年間、とにかく毎月社員さんのサポートをしますっていうプランで、1年間30万っていうね、あのヒデさんに生々しい話をしろって言われてるんでちょっと生々しいんですけど、1年間30万っていうプランが一つできました。でもそれだけだと足りないですよね。どうしたらいいかなと思って、で、まあ、私も割とこう他の経営者の方なんかもあの何人か知り合いありまして、あの事前にいろんなこう研修ってどうっていう話とかをこうちょっと聞かせてもらったら、なかなかね企業研修っていいと思うんだけど、あうちの会社はその人数がそんなに あるわけじゃないので、その研修を受ける時間がそもそも作れないとか、まあ、体力が研修費としてそこに当てる体力がないとか、いろんなその受けさせたいがも難しいっていう現状があるっていうことも知りましたので、ただですね、そのコーチングというものは誰でもこうできるスキルではあるので、それだったら経営者の方とかリーダーの方が直接私が学んできたものを直々にお教えするっていうものを、研修じゃなくて個人的にお教えするっていうプランがあれば、それはそれで時間を取ってくれて受けてくれる人いてるんじゃないかなと思って、コーチングアカデミー10万円っていうのを考えました。でも研修もアカデミーも内容も全然ないんですよ。プランだけ考えて、で、個人セッションという個人でマンツーマンで、コーチングを受けられるっていう方に対してはお一人1万円っていう、まあ、3つのプランを作りまして、でこれでなんとかその返済の分をなんとかしたいと思って、それが思いついたのもう10日ほど経ってたので残り10日ぐらいしかなかったんですね。でただですね、私がこう東京へ行ってるっていうのをFacebook なんかでいつも応援してくださる方なんかもたくさんいらっしゃって、で起業しましたってこう Facebook で上げた時にいいねって押してくれた経営者の方とかリーダーの方もたくさんいらっしゃったんですよね。でそのいいねって押してくれた方々に直接メッセージを送って、すいませんご存知かと思いますけど、私起業してこれからコーチングで頑張っていきたいんです、ぜひちょっと一度お会いしていただけませんかという厚かましい、まあ、メッセージをお送りしまして、でその中で、あいいよって、まあ、やっぱりね経営者の方心の広い器の大きい方が多いので、特に創業されて苦労されてる経営者の方なんかだと、その創業時の大変さを、まあ、よく分かってらっしゃるのもあったのか、まあ、ぜひ来てっていうことで何名かの経営者の方にお会いさせていただいて、そのプランを、まあ、こう出すというか、でその中でですね、以前からは知り合いだった接骨院の院長先生が、まあ、スタッフのちょうど人材育成ですごく悩んではったみたいで、ですごく東京行ってる見てたよって言ってくださって、でその30万の研修ぜひお願いしますっていうことで、一つ決まりました。でとにかく、まあ、こっちの話としては現金がいるので、その30万円を後じゃなくって前金でお願いしますということも今回オープン企画なので前金になりますかっていうもう本当にもうね、もしごめんなさいねって感じなんですけど、まあ、そうするしか本当になくてですね、でも最後結果往来には絶対しようと思ってたんですね。研修受けてよかったって思ってもらえるように精一杯しようと思ってたので、まあ事情はそういうことあったんですが、前金でっていうことでもうねキャッシュでバッと払っていただいて、で、あとその10万円の直接勉強したいっておっしゃってくださった経営者の方がお一人と、あと飲食店の店長さんでリーダーの方が自分が勉強したいということで10万円のプランを、まあ、契約してくださって、でそれで、まあ、50万円手に入ったというか、で残りの細かな
金額っていうのはどうしたかというと、あの私がスクールに行ってた間に100人にコーチングをあの練習させてもらいなさいっていう宿題があったので、いろんな方にあの練習をのお相手をしていただいてたんですね。でその中で、いやすごく良かった、おゆりちゃんが独立してあのそうやってやっていくときはぜひ声かけてねって言ってくださった方がいらっしゃったので、でまたその方たちに独立したんでっていうことで、お話しさせていただき、1万円の個人セッションっていうのをあの申し込みいただいて、でギリギリなんとか、まあ、その決められた、日までに、もう本当に直前前日ぐらいだったんですけどね、ちゃんとなんとかねこう集めることができて、まあ、お返しできたわけなんです。でまあ、会社でね退職したことに関しては、まあ、心残りもあって、いろいろと期待してくれてた社長に対して、また社員さんたちに対して何もねこう返しもできずにこう退職 してしまったことには 今でも申し訳ないなという気持ちがあるんですが、まあ、その分ね自分がまたいろんな場面で活躍をして、あのいい刺激をこうちょっとでもあの持っていただけたらなという思いもあり、まあ、スタートしました。でそういうことで、まあ、研修が始まったりとかアカデミーが始まって、1年間こう毎月毎月コーチングをしていくということで、本当にそれが去年の4月なんです。で去年の4月から毎月毎月こうやっていって、でいろいろそう活動していくと、やっぱりいろんな方が、まあ、見てくださってるのもあって、いやなんかゆりちゃん最近こういうことやりだしてるよねって、うちでも一回こういうのやってくれへんかなっていうようなことでお声かけいただいたり、なんかいろんな団体さんからそういうコミュニケーションとかそういうことってすごく大事だから、一回セミナーをやってもらえないかということで、いろんなこうところからお話をいただきまして、でまあ、おかげさまでママさん、子育てママさんから、まあ、専業主婦の方でビジネスパーソンの方、経営者の方、もういろんな幅広い方々にコーチングっていうものを今はお伝えさせてもらえるような環境を、まあ、ようやくね作れてるようなところではあります。でちょうど1年経ちましたので、いやなんか今まではその1年間は、まあ、本当に無我夢中でとにかく走ってきたっていう感じだったんですけど、で特にこう自分発信というより与えていただいて、いろんなご縁をいただいてお仕事がまあつながってきて、たまたまこうねいろいろとやらせていただけたんですが、やっぱり起業して2年目何しようかなっていう時に、研修をするとですね、やっぱり学んでいただく、コーチングを学んでいただくっていうのが本当にこうどなたでも学ぶに越したことないなっていうのがもうやっぱりこうひしひしといつも感じるので、で特にこう和歌山でコーチングを学べるところが、まあ、ないと思うんですよね。で唯一あるのがヒューマンアカデミーさんかなんかであると思うんですけど、個人でこうスクールとして立ち上げるような、まあ、会社であったりとかそういうところはなかったので、じゃあやっぱりコーチング そのスクールを自分が立ち上げて、で和歌山の、まあ、いろんな企業さんであったりいろんな方々に対してこう学んでいただけるようなそういう機会を少しずつでいいから広げていきたいなっていうことで、そうですね、それがまあちょうど1年経った頃なので、スクールコーチングのスクールを立ち上げようと思って、どうせだったら、ね、個人事業よりもちゃんと法人化させた方がいろんな方にも安心していただけるかなということで、一般社団法人として、この7月に立ち上げまして、で、まあ、それもねもう本当にもっと下準備がいるんでしょうけども、私はいつもこう見切り発車みたいになって勢いだけでわーっと行ってしまうところがあるので、7月に立ち上げて9月に開校みたいなことで、でもう毎月こうセミナーをしてコーチングのスクール立ち上げるんですみたいなことで、まあ、宣伝をし、でそのもう急ピッチだったんですけども、9月7日に開校しまして、今は3名のスクール生が来ていただいております。
まあ、お手元にねチラシもあるんですけど、まあ、来年からまた2期生みたいな形で、少しずつこう、ね、学んでもらえる機会っていうのを、作っていきたいなというふうに今は思っております。でコーチという仕事について私自身もいろんなことでこうなんていうのかな人生が直感通り自分の人生扉が開けたなって思っていますし、やっぱりコツコツと毎日丁寧にこう過ごすことって大切なんだなっていうのをやっぱりこう人に何かお伝えするとかを教えさせてもらうイコール自分もすごく学ばせていただいているので、やっぱそういったことをこうお客様でクライアント様とかねお客様からいろいろとこう自分自身が勉強させていただいてますので、まあ、これからも自分のできる範囲の中で、少しずつ、まあ、コツコツともう一歩ずつでいいと思っているので、やっていこうというところで今日に至っています。まあ、なんか長々とつらつらとお話ししまして、あっという間のまあこの時間ではあったんですけども、私からのまあ今のまあ私の話というかそういうのはまあこれで終わりたいと思います。またまあ皆様のこれからのまあご発展とご活躍をお祈りしつつ、私も自分のできることを精一杯やっていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。